六三モダフェリは、アメリカ合衆国でラウェア州ウィルミントン出身の、イタリア系アメリカ人の女性総合格闘家。真ケイト MMA 所属。UFC 世界女子フライ級ランキング12位。幼少の頃に、ドラゴンボールやスーパー戦隊シリーズのヒーローに憧れて、テコンドーをはじめ、憲法空手、柔道、ブラジリアン柔術など様々な格闘技を習った。 アニメ好きが工事マサチューセッツ大学アマースト校では日本語と日本文学を専攻。在学中の2003年9月から翌年6月まで、国際キリスト教大学に留学し、クロスポイント吉祥寺でトレーニングを積んだ。2003年11月10日、日本滞在中にスマックガールで、プロデビューし、篠原光に腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。 2004年11月6日、フックンシュートで、ジェニファー・ハウと対戦し、判定勝ち。12戦12勝であったハウの連勝記録をストップ、させた。2004年12月19日、スマックガール初代無差別級王者決定トーナメントに、出場し、準決勝で、破しめぐみに、判定負け。2005年3月5日、IFC 世界女子ミドル級タイトルマッチで、 ジェニファー・ハウと再戦し、三角締めで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。同時に、イスク MMA 世界女子ミドル級王座に認定された。2005年5月28日、アブダビコンバット女子 60kg 級に出場し、一回戦でレカ・ビエーラに敗れた。2005年7月、大学を卒業して、 再び来日し、英会話スクールのベルリッツで講師として働きながら、話術研修会を拠点に総合格闘技を続けた。2006年3月4日、MFC でタララローサと対戦し、0から3の判定負け。2007年2月17日、フェイタルファムズファイティング1で行われた、FFF ライト級王座決定戦で、 カサンドラリバースブラソと対戦し、2から1の判定勝ちで王座を獲得した。2007年5月27日、K、グレースディファ、有明工業の1万ドル争奪、無差別級トーナメントに出場。1回戦でイヒジンに1本勝ち、準決勝で、破した恵みに判定勝ち、決勝で、マルースクーネンを判定で破り、優勝を果たした。 2007年11月3日、フェイタルファムズファイティング3で王座防衛戦を行う予定であったが、自身の怪我のため欠場した。2008年4月3日、フェイタルファムズファイティング4で行われた、FFF ライト級タイトルマッチで挑戦者のバネッサポルトと対戦し、膝蹴りで TKO 勝ちを収め王座の初防衛に成功した。2008年11月8日、 バルキリー旗揚げ戦バルキリー0一ケージフォース EX で米沢千佐と対戦し判定勝ち。2009年11月7日ストリックフォースフェードア VS ロジャースの前座カードでマルウスクネンと再戦し開始1分余りで一本負けを喫した。2010年1月30日日本初開催となったキングオブザケージでモーリー・ヘイゼルと対戦し リアネイキッドチョークで一本勝ち。2010年5月21日、モ進シンで、タララローサと4年2ヶ月ぶりに再戦し、2から1の判定勝ち。リベンジを果たす。2010年7月23日、ションマ、ストリックフォースチャレンジャーズ級のストリックフォース、女子ウェルター級タイトルマッチで、王者サラカフマンに挑戦し、スラムで小負けを喫し,し、王座獲得に失敗した。 2010年12月30日、戦局ソールオブファイトで、関の瞳と対戦予定であったが、六三の体調不良により、ドクターストップとなり、不戦敗となった。試合中止は、両者が、リングインした後に発表された。2011年2月26日、ケージ・オリアーズ40で、ロジ・セクストンと対戦し、判定負け。2011年7月9日、 ジュエルズ15スリングで、関の瞳と対戦し、判定負け。2012年3月3日、ジュエルズ18スリングで、橋高代と対戦し、判定負け。2013年8月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン18に参加。ハウス入りをかけた、イルミネーションマッチで、バレリー・レターの王にリアネイキッド・チョークで一本勝ちを、収め。 ミーシャテイトがコーチを務める、チームテイトに選抜されたが、女子バンタム級、トーナメント1回戦で、ジェシカ・ラーコーチに、TKO 負けを喫した。しかし、TUF の合宿所で、アメリカの練習環境に触れたことで、撮影終了後に、英会話講師の仕事を辞めて、アメリカに戻ることを決め、新ケート MMA に拠点を移した。2013年11月30日、 ザ・アルティメット・ファイター18フィナーレで、同じチームテートに所属していただけるペニントンと対戦し、判定負け。2014年9月6日、フライ級転校初戦となったインビクタ FC8 で、タララ・ローサと対戦し、判定勝ち。2015年4月24日、インビクタ FC12 で、バネッサポルトと7年ぶりに再戦し、判定負け。 2016年9月23日、インビクタ FC19 のインビクタ FC 世界フライ級タイトルマッチで王者ジェニファー・マイアに挑戦し、1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2017年5月20日、インビクタ FC23 でサラダレリオと対戦し、TKO 勝ち。2017年8月、リアリティ番組。 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン26に参加し、ジャスティン・ゲージーがコーチを務める、チーム・ゲージーに所属。初代 UFC 世界女子フライ級王座をかけた、トーナメントの1回戦で、シェイナ・ドブソンに TKO 勝ち、準々決勝で、エミリー・ウィットマイヤーに TKO 勝ちを収めたが、準決勝で、シジャラ・ユーバンクスに、判定負け。二千十七年十二月一日、 ザ・アルティメット・ファイター26フィナーレの世界女子フライ級王座決定戦でニコ・モンターニョと対戦。前日計量でユーバンクスが体調不良に陥ったため急遽代役としてタイトルマッチに繰り上げ参戦したが0から3の判定負けを喫し,し初代王座獲得に失敗した。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2018年7月6日、ザールティメットファイター27フィナーレで、女子フライ級ランキング7位のバーブ・ホンチャックと7年9ヶ月ぶりに、再戦し、ニアールに、グラウンドの肘打ちで TKO 勝ちを収め、リベンジを果たすとともに、UFC 初勝利を挙げた。2018年11月3日、UFC230 で、女子フライ級ランキング4位のシジャラ・ユーバンクスと、再戦し、 0から3の判定負け。前日計量で U バンクスがフライ級の規定体重を1.2ポンドオーバーしたため127.2ポンドのキャッチウェイトで試合が行われファイトマネーの20%が63に譲渡された。2019年4月20日 UFC ファイトナイトオーバーム VS オレーニックで女子フライ級ランキング12位のアントニーナシェフチェンコと 対戦し、2から1の判定勝ち。2019年7月20日、UFC4ESPN4 で女子フライ級ランキング6位のジェニファー・マイアと対戦し、0から3の判定負け。前日計量でマイアがフライ級の規定体重を3ポンドオーバーしたため、129ポンドのキャッチウェイトで試合が行われ、ファイトマネーの30%が 六三に上渡された。2020年1月18日、UFC246 で、女子フライ級ランキング9位のメーシー・バーバーと対戦し、3から0の判定勝ち。2020年6月20日、u f c ン e s p n ブレイズ VS、ボルコフで、女子フライ級ランキング7位のローレン・マーフィーと対戦し、判定負け。二千二十年九月十二日、 UFC ファイトナイト、ウォーターシーン VS ヒルで女子フライ級ランキング9位のアンドレアリーと対戦し判定勝ち。2021年1月20日 UFC オン ESPN キエーザ VS マグネでフライ級ランキング9位のビビアン・アラウジョと対戦し0から3の判定負け。2021年9月25日 UFC266 で 女子フライ級ランキング12位のタイラサントスと対戦し、0から3の判定負け。ありがとうございます。